渡瀬歩美は、北海道札幌市出身のノルディックスキージャンプの選手。札幌市立西の中学校、札幌日大高、ロイズコンフェイクと神戸クリニック、アインファーマシーズ、アズマスキークラブに所属していた。女子日本代表選手で、父親は、女子全日本チーム前監督の渡瀬や太郎、兄に、ソチオリンピック日本代表の渡瀬優太 小学生時よりスキージャンプ競技を始める。2007年、所属していたロイズスキーチームが廃部となり、監督である父やチームメイトの山田泉と共に、競技生活を続行すべく新たな受け入れ先を求めていたが、8月4日に神戸クリニックへの所属が決定。2009年2月、女子ジャンプが初採用された世界選手権リベレッツ大会に初出場し、10位。 2011年オスロ大会にも出場し、7位入賞。女子ジャンプの正式採用が決まったソチオリンピックを目指していた2012年に神戸、クリニックジャンプチームが新会長の意向により解散となったため、再び札幌スキットから名義を借り、支援先を探しながら競技を続けていたが、二千十三年八月頃より、調剤薬局大手のアインハーマシーズに、 ところぞくとなった。翌2014年4月の契約満了後、契約は更新されず、三度札幌スキット名義に戻った。2015年から群馬に拠点を移し、鈴木翔と共に新設された、東スキークラブに所属していた。ありがとうございます。